俳優の山本孝二さんが、坂井正人さんが主演を務める NHK 大河ドラマ、真田丸に10日放送の第14話、大阪から登場する、演じるのは、豊臣家重信の石田三成で、物語はここから大阪編として新たなスタートを切る、ついに時代が動き出すというか、歴史上の人物、その主役級が集まるオールスター、演じている僕らもワクワクしているし、 今まで見てきた方ももっと楽しめるんじゃないかと期待に胸を膨らます山本さんにドラマや役への思いを聞いた、真田丸は、真田幸村のなでも知られる戦国時代の人気武将、真田信繁が主人公、新州の小さな領州の下に生まれた信繁が、家族と共に知恵と勇気と努力で男性を生き抜く姿を描いている、三谷幸喜さんが2004年放送の新選組以来、 12年ぶりに大河ドラマの脚本を手掛け、長沢まさみさんや大泉博さん、草刈正夫さんらが出演している。